バルデック公国、バルデック公国、またはバルデックイコールピルモント公国はドイツ中部にかつて存在した両方国家。中世以来の両方で1712年に公国となり、1871年にドイツ帝国が成立するとその構成国となった。バルデック公国はドイツ中部にあった両方の一つである。首都ははじめバルデック。 17世紀半ば以後は、アーロルゼン、共に現在は、ヘッセン州バルデックイコールフランケンベルク軍に、属するに置かれた。バルデックイコールピルモント公国という名が示す通り、バルデックやアーロルゼンを含む本土のほか、北方のハーメルン付近に、飛び地のピルモント、現在は、ニーダーザクセ州ハーメルンイコールピルント軍に属する、を有していた。 ピルモントはもともと別の白爵領で17世紀に当時のバルデック白領に加わった土地である皇術。ドイツ帝国時代、バルデック公国の領土はプロイセン王国に囲まれており、バルデックはプロイセン領ヘッセンイコールナッサウ州とベストファー連州の宗教に位置していた。ピルモントはベストファー連州内に飛び地の形で存在していた。なお、 バルデック領内には、ヘッセン大公国領の二つの飛び地があった、参照のヘッセン大公国半島。バルデックという名は、エーダー川沿いの小さな町。現在は、ヘッセン州バルデックイコールフランケンベルク軍の名で、この町にあるバルデック城を拠点とした一族が、バルデック家である。バルデック家の領土は、1200年頃から、新生ローマ帝国の伯爵領として存在した。 バルデック家は分割相続によりいくつかの小国に分かれるが1692年にバルデックイコールビルドゥンゲン家のリスチャンルートビヒがバルデックイコールアイゼンベルク家を継承して再統合された。なお、飛び地となるピルモント伯領は1625年にバルデックイコールアイゼンベルク家が相続した土地である。1655年。 バルデックイコールアイゼンベルク家は宮廷をアーロルゼンに移し、以後この両方の首都となる。1712年、クリスチャン・ルートビヒの子であるフリードリヒ・アントン・ウルディヒは皇帝カール六世によって、バルデックとピルモントの公尺、会スティに除せられた。二大皇のカール・アウグスト・フリードリヒは、オーストリア継承戦争、年から1 7年において、 オランダ、ネーデルラント連邦共和国軍を率いた軍人として知られている。七年戦争中の1760年には、領内のコルバフ派において、イギリス軍、及びその同盟国軍とフランス軍の戦闘が行われた、コルバフ派の戦い。三代公、フリードリヒカール・アウグーストは、オランダの軍人として働くとともに、アメリカ独立戦争では、イギリス側に、 広国の兵士を派遣した軍事説参照。1807年、バルデック広国はライン同盟に加わった。なお、1805年に、フリードリヒカール・アウグストは、弟のゲオルク一世に、ピルモントを分与しているが、フリードリヒカール・アウグストが1812年に、男子なく、没したため、結局ゲオルク一世が、バルデック公を継いだ。ゲオルク一世の子である、 ゲオルク二世は1814年に憲法を制定したが、この中で規定されたバルデック領とピルモント領の地位については紛争を引き起こした。1815年のウィーン会議によってバルデック公国の独立の公国としての地位が確認され、ドイツ連邦に加盟した。1845年のゲオルク二世死後、幼少のゲオルクビクトルの折衝となったのが、 ゲオルク・ビクトルの母・エンマである。エンマは、プロイセンと接近するとともに、1848年革命後の、両方議会からの摂政退任要求を突っぱねるなど、最高権力者として、公国を動かした。1868年の広島戦争以後、公国は10年ごとの契約によって、プロイセン王国に統治を委ねることとなり、以後は、実質的に、 プロイセン王国の統治下となった。法的には独立の地位を維持しており、小規模な公国にとっては行政のためのコスト軽減に役立った。1871年にはドイツ帝国の構成国となった。1918年のドイツ革命によって君主制が廃止されるとバルデック公フリードリヒも退位して、公国も消滅し、バルデック自由州となった。なお、 10年ごとのプロイセンとの契約は受け継がれており、1929年にプロイセン州の一部となった。なお、広告の黒、赤、金の国旗は、バイマル共和国及び、ドイツ連邦共和国の国旗、ドイツの国旗参照と同一のデザインである。バルデック効果は、オランダ王室、オラニエイコールナッサウケと近い関係にあり、ゲオルク・ビクトルの娘、 フリードリヒの姉エンマは、オランダ王権ルクセンブルク大公を入れム三世の人、な。バルデック公国は1681年に、不評大隊を組織した。18世紀、バルデック公国の軍は国外に派遣されて任務につき、いわば、傭兵として活躍したことで知られる。バルデック公国軍は、1740年に2個、大隊、第一連隊を編成。 1744年に3個、大隊、1767年に4個大隊、第2連隊を編成と拡充され、1776年には、第3連隊、第5、第6大隊が編成された。第1、第2連隊はオランダ、第3連隊はイギリスに派遣され、植民地の反乱の鎮圧などに出動した。アメリカ独立戦争において、 バルデック広告軍第三連隊がイギリス側で参加したのもこのためでヘッセン人とまとめて呼ばれたドイツ人部隊の一環を担ったアメリカ独立戦争におけるドイツ参照。アメリカ独立戦争に派遣された第三連隊は捕虜になり帰還した兵士は少なかったが1784年に改めて編成された第五大隊の一部に組み込まれた。ナポレオン戦争においては オランダに派遣されていたバルデック広告部隊は解体したが、オランダにはフランスの衛星国であるバタビア共和国が建国され、ついでナポレオンの弟の礼を王とするホラント王国が設立されたバルデック広告は軍を補充し、ホラント王国のための任務につけた。また、バルデック広告軍第5大隊は解散されて、ライン同盟軍第6連隊第2大隊に、 ロイス諸国からの二個中隊と共に加わり、フランス帝国のために働いた。フランス帝国軍において、彼らはフュージリアーと総称され、半島戦争や1812年のウェリントンとの戦いを戦った。1814年のナポレオン没落に際して、オランダのバルデック広告部隊は解体した。ドイツ連邦が設立されると、広告は三個不評中隊と一個両兵中隊を、 教室した。1862年にバルデック公国はプロイセン王国と軍事同盟を結び、1866年の広島戦争においてバルデック公国軍、当時はバルデック公国フュージリアー大隊と名乗っていたは、プロイセンの名軍として参加した、実際の戦闘には参加していない。1867年に北ドイツ連邦に参加するとバルデック公国 フュージリアー大隊は、プロイセン陸軍第83不評連隊、インフォンテリーレ・ジャミント・ホンウィキッチ、NR83 の第3、フュージリアー大隊に組み込まれた。この連隊のシェフ、名誉連隊長の称号は、バルデック公が有した。バルデックの兵士は、ヘッセンの兵士とは異なり、プロイセンの兵士と区別されなかったが、ピッケルハウベに、円形状を示すことが認められた。 バルデック大隊はその時々において、アーロルゼンやバート・ピルモントなどに駐屯した。バルデック大隊を含む第83不評連隊は、1870年の不仏戦争で実戦に参加し、のニックネームで呼ばれた。第一次世界大戦では、第22師団霊下に編成され、主に東部戦線で戦った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。